おりは、腰叩きつつ,つ、つむちゃかな、一さ。山里は、万歳おそし、梅の花、場所。山は暮れて、のは黄昏の、すすきかな。武ん、こがらしひ広野を走る、雲の影。 外、梅一輪、一輪ほどの暖かさ、乱雪、石山の、石より白し、秋の風、場所。俳句は、各季節の特色や美しさ、寂しさなどを短い形式で効果的に表現しています。 短い言葉の中に深い感受性や風情を詰め込むことが求められます。春の嵐が呼び覚ます、一瞬の美しさを捉えた俳句。空を舞う鳥の姿に心を奪われる瞬間を私たちと共に感じてみませんか。美しい詩の世界への扉を開き、さあ、行こう。 今すぐ視聴して、心を躍る旅に出ましょう。この演題は、春嵐です。この俳句を英端してみてください。春嵐早急の鳥 舞い上がり春嵐早急の鳥舞い上がりこの区のこの鳥の舞い上がる姿は春の嵐がもたらす一時的な混乱や困難を乗り越え新たな始まりや希望に向かって力強く進むようを象徴しています また、春の嵐自体も、冬の終わりを告げ、自然の再生と成長の始まりを意味していると言えます。この句を古風な表現で、詠嘆します。春の嵐、吹き荒れし中にも、青き空へと鳥は舞い上がり、夜の始まりを告げんがごとし。激しき風も、 新たなる命の息吹を運び、空は高く、広がりて、限りなく希望を移す。この瞬間に、心静かに祈りを捧げん、生きとし生ける者が、なごみし時を迎えんことを。ご視聴ありがとうございました。